よしよし、いい出来だ。装備も隠しておくんだ。緊急時には柔軟に対応しろ。ルカス、外を見れば敵が我々を試してるのが分かる。覚悟があるか探ってるんだ。向こうへ送ってくれれば奴を見つけます。確実にタイランは必ず罰しなければならない。奴に我々の強さを思い知らせてやれ。国外退去を隠れ身のにお前を難民として送り込む。侵入後ゼウスという情報提供者と接触しろ。タイランの場所を知ってる。見つけて始末しろ。完了後脱出地点へ向かえ。我々は機会を与えてきた。我々の正しさを納得してもらう機会を。だがヘルガストの本性を見たろ。けだものだ。だからこそ脅威なのだ。壁の向こうだけではない。侵入してる。こちらにも奴らを防がねば。全てをかけて。市民よ、過ちを犯したとはいえ我々は諸君の帰還を祈り、今日その祈りが通じた。これからの日々、諸君は国家の一部となり、我々に栄光をもたらすための犠牲も払う。人生の全領域で諸君は成功する。家庭でも職場でも卓越するために励み、国家の誉れとなれ。シンヘルガーンは諸君の帰還を歓迎した。帰還を祈っただ。こんな風に追放されるなんておかしい。人権があるのに。前よりひどい。食い物にも事欠きそうだ。なぜこの状況に甘んじてる。今こそ連中に立ち向かってくれ。黙れ、目立つと殺されるぞ。強さを持つには強さを生み出さねばならない。強さを生み出すには犠牲を払わねばならない。俺は外で待ってる。Thank you.
要なの。置いていけない。どこに行くんだ。いいから走れ。ついてくるな。一人で行く。シャドウワンエド、列車が見えなくなった。鉄道網から外れたようだ。了解。ゼウスの場所について情報は変わらずだ。最後の接触は地区47、住宅地域のどこかにいるんだ。了解。バースト転送を送った。ミッションパケットの詳細が届くはずだ。通信を終了するぞ。すでに情報を得た。必要があれば更新する。 Y8 以上。奴はここにいない。できるって話が半分でも本当なら俺の話を聞け。移動しなきゃならなかった。あんたの列車での事件でみんなピリピリしてたからな。あんたのために座標を残した。急げ。ルークは待たれ。Captain!
う手伝いをしよう。幸せな人生を。ゼウスを探してる。シンフェルガー。ヘラ。扱いか。だが誰だってそうだぞ。特別だ。ザレ事はよせ。どこだ。まあ落ち着け。見ろ、あのタワーだ。タイラン坊やはあの底にいる。峡谷に降りるにはコンテナを使え。だがな、あそこはひどいとこだ。出てこられない。ここにいる。交信を知る。知る。タロン26、不明だったパトロールの居場所を判明。全員戦士、一体誰が。調べろ。だが大使が2枚しかいない。油断するな。あんたを下に連れて行かないとな。搭乗タワーに進め。スカラベを一つ止めろ。次に行って峡谷に行ける。
ゼウス、マンエイトだ。聞こえるか。どうぞ、ゼウス、返事をしろ。どうぞ。
地に向かっていることを無線で確認。交戦準備。全面を援護する。本当に困難な決断などしたことがないんだろうな。
ラサ、ワンエイトだ。何か見つけた。今データを送る。了解、ワンエイト。よくやった。まさにそれに違いない。タイランはどこだ。ああ！見るべきだったな、奴らの苦しみを。ふざけるな。待てと言ったはずだ。20年、ずっと待ってきたんだぞ。これ以上待つのは真っ平だ。それにちょっと奴らを脅しただけじゃないか。私なしではそんな機会などなかった。ヒルガンで待つのは何か決めるのは私だ。忘れるな。今度はやる前に銃数えようか。心配するな。お前の利用価値は無鉄砲さを上回る。しかるべき時が来たらあの武器を使わせてやろう。光栄だな。いつ準備できるんだ。すぐだ。リトルマウスが今仕事に没頭してる。そうだ、ベクタージン、マーサーには研究を続けてもらうことにした。もっとも絶滅させる種族は変わったがね。ベクタージン、オーデンだ。なお派手な騒ぎを起こせばこうなるんだ。人が来て答えを嗅ぎ回る羽目になる。やってみろよ、殺し屋。国の誇りとやらのために。死んだ。繰り返す。タイランは死亡したんだ。了解、ワンエイト。頼れると思ってたよ。さあ、回収地点に向かってくれ。脱出できません。そんなぞ、仕留めろ。どうなるか分かるか。もう経験済みですから。奴はこんなの見逃さんだろう。必ず助け出してやる。聞こえてるか。